ご紹介いただきありがとうございました。国立環境研究所の林武彦と申します。私お招きいただいて大変ありがとうございます。私は全然統計的因果推論の専門家でも何でもなくて、私自身はユーザーに、すぎません。で、今日も星野先生、清水先生、この後のお二方はもちろん専門家中の専門家なので、その方々に、その専門的なお話をお任せして、今日私はそのユーザーサイドから、もともと私昔から統計的因果推論をやってたわけじゃなくて、私が研究所で出会った問題を解決したくて、そのプロブレムドリブンでこの話に巻き込まれてきた、そういう意味でちょっとそのユーザー視点からの話をイントロダクションの一環としてできればなと考えています。で、そういうことで、題名として僕らが因果鉄道の旅に出る、あるいは自分たちの研究が統計的因果推論とどのような関係にあるのか、あり得るのか、あるいはないのかという話を、皆さんと一緒にこう考えていければと思っています。でですね、統計的因果推論の話をすると、ちょっとなんかよくわからないんだよね、ピンとこないんだよねみたいな、リアクションが来ることが多いんですけど、私が思うに、原因には大きく分けて2つあって、1つは、いわゆる統計学に矢印の話というか、先ほどの大塚の先生の話で、ちょっと科学と題名の違うところがあるというところですね。で、もう1つの原因は、自分の研究とどう関係しているのかが分からないという問題もあると思うんですね。で、ちょっとまず最初に、ここは軽くいきますけど、矢印の話なんですが、B が A に影響を与えるっていうのを、数学的に記述できないんだよというか、その話よくするんですけど、でもそれ、その条件付き確率でいいんじゃないの、 D が義務の原因で A はその結果だよねっていうリアクション大体返ってくるんですけど、これ変形するとこうなって、さらに変形するとこうなった、これ同じ意味なんですね。だから条件付き確率で B が A の原因だと思っても、捕まえたと思ったら判定されちゃう。だから確率論の言葉で因果を表現しようと思ってもですね、その B が A に影響するということは等式の中では判定されちゃうので表現することすらできない。で、ちょっと正確な言い方ではないですけども、因果関係っていうのは B が A に作用するというのは代入式的な関係なんですね。R とか使う人が分かると思うんですけど、代入式と等式っていうのは全然違って、その代入式的な論理がいわゆる統計学の伝統的なところに乗っかってるんで、そこはちょっとよく分からなさにつながる。で、そこはちょっと確実的なところなので、そういう代入的な論理、大塚さんが言われたその違うパラダイムが伝統的な確率論の上にどうインポーズしてるか、どう乗っかってるかというところは、星野先生、清水先生かなとお話しいただきます。で、原因2番、その自分の研究がどう関係しているのかというのが分かる。で、別に今まで特定で推論なんて知らなくてもやってこれたし、これからも知らないでもどういうふうになるだろう。で、確かにそれはそうで、多くの人はそうなのかもしれない。で、渡辺先生のツイッターでもですね、因果推論というものがそもそも理由のないところに理由を探しに行くものだからなっていうのがあって、で、確かに、だからさっき大塚さんが言われたように、ちょっと形而上学なんですよね、因果って。で、だから語り得ないものの側面があるんで、わざわざそこに行ってそれを扱うような仕事をする必然性というものはそんなにないのかもしれないんですけども、場合によってはその理由のないところに理由を探しに行く理由というのがやっぱりあるんですよというところの話をちょっと、自己紹介も兼ねてしていければな。で、私はなぜこう統計的因果推論と関わるようになったのかというと、もともとは全然何にも関係なくて、もともと私進化生態学者をやってまして、東北大学の川田正門というところの、学生で、その後学位を多分2003年ぐらいかなに取って、テネシー大学というところで3年間正統化と主文化理論の研究をしました。これ何かっていうと、クジャクの羽がなぜ美しいかみたいな、なぜ進化したのかみたいなのをこう数式でダイナミクスを立ててシミュレーションするみたいな、そういう研究をしてました。で、これ宣伝なんですけど、昨日ちょうどその研究の内容をレビューした
小売行動の新しい理解という本が出たので、あの進化心理学者系の方にはぜひあのお買い求めいただければいいなと思います。で、まあ、ちょっとこういう 本も出たんですけど、まあ、とにかく昔はですね、理学部でサイエンスやってて、この世の真理が知りたい、そうやって研究してたわけです。ですけどね、テネシー大学で3年間やった後に日本に帰ってくるときに全然就職口がなくて、いやもう詰んだなと思ったんですけど、産総研の化学物リスク管理研究センターっていう、あの中西順子を率いる当時ですね、ところで環境リスクの研究をしてまして、まあ、そこで、まあ、今から流れとしては同じなんですが、化学物の生態毒性食の研究というものをやることになりました。でこれどういうことかというと、例えばメダカに化学物がどれぐらい毒性あるかっていうデータが知りたいんですけど、結構動物愛護とか、まあ、お金の関係とかで化学構造式とか物性とかからこれ予測できないかみたいな研究ですね。でこういう研究を始めまして、まあ、ここでの目的は完全に応用の方に触れて予測がしたい、まあ、真理だと思う、予測がしたい。でそのうちにですね、ちょっと国家権の方にも深入りしてきまして、環境基準値とか行動政策の方に入ってまいりました。で例えばですね、水生生物保全に関わる水環境基準の策って、何マイクログラムに環境基準つけてそれを守りなさい、そのためのロジックとか根拠をについての研究、例えばですね、ニッケルの河川への排出を規制したら生物はどれぐらい回復するんだということを、まあ、言わなきゃいけないですね、その規制影響評価というか、そういう感じで。で、あと、別の研究として、まあ、農薬が生態系に与える影響とかですね、例えば農薬の使用を規制したら水田の生物は回復するのか、まあ、こういうことを研究し始めたと。で、これも宣伝なんですけど、本日19時にサイエンティフィックリポートに、我々の、研究グループの論文が出るので、もしどこかで見かけることがあったら、あの人だなと思っていたんですけど、まあ、こういうのを落としてやるんです。で、この研究に関しては、目的は、まあ、寄生等による介入の効果を推測したい。まあ、生態影響評価みたいなところに片足を突っ込んできた。で、まあ、振り返ってみますと、最初はサイエンスやってたんですけど、予測、応用に入って、今介入に入ってきた。で、結局それぞれの目的とそれぞれの判断における統計的規範というものが振り返るとありまして、例えば生徒団の議論、まあ、ロジックが知りたいんだというと、そのモデルとデータがどれぐらいフィットしているか、周辺誘導にしていくような感じになりますし、化学物質の毒性予測、予測したいというと予測誤差、まあ、クロスバリデーションとか AIC という規範に従うことになりますし、で、まあ、最終的にですね、介入したいとなると、やっぱ結局因果推論系の手法の規範というのを知らなければならないというわけで、まあ、いろいろ研究やってきましたけど、今ここが必要でやってますという話で、まあ、だから皆さんにお聞きしたいのは、あなたが今研究でやりたいこととかやってること、やるべきことはこの中のどこに位置しますか。で、たまにですね、あ、まあ、よく生態学者とかでやってることとやりたいこととその規範が全然違う場合がありまして、例えばその保全生物学である種を保護するにはどうすればいいかみたいな、本当は因果推論で交絡とか調整しなきゃいけないのに、交絡全然考えないで重回帰で AIC でベストモデルを求めて、それで、この辺から否定するかどうかとかいう話してるんですけども、まあ、何も考えないでやると、その介入の規範に沿わなきゃいけないのに予測誤差最小のモデルを使っちゃったりとか、まあ、そういうことがあるわけで、まあ、ちょっとこの辺は特に介入に関わる場合にはその辺の規範の違いというものを意識して研究活動をする必要がある。で、これもちろん廃藩ではなくてですね、これらの目的で、例えば仮説検定なんていうのは、その介入効果、処理がもたらす介入効果というものが分かる、これだけ調整されているんで、で、であるとともに仮説、対立仮説と帰無仮説のフィットをある意味比較していいモデルを選んでいるという。で、もう一つ構造方程式なんかですね、あれもある面から見ると
構造、因果構造そのものを見ているということでもあるし、またそのロジックそのものを知るための手法であるとも言います。なので、まあ、それぞれの手法が重なりつつ、重なるがゆえに混乱するということがあり、まあ、ちょっとユーザーサイドから言うことですけども、まあ、そういうことが起こっているんじゃないかなと思います。で、因果推論の勉強し始めてですね、あの先ほどの大塚さんのお話にもありましたけども、ざっくり言うと2つの流れがあると言えて、1つはフィッシャー実験計画法で、どういう考え方というと、処理した場合と処理しない場合のうまいこと差分と、あのコントロールできないものはランダマイズして、合わせられるものは調整すると、そういう考え方で、で、まあ、今日蛍光スパンのお話しますけども、星野先生の本に書かれているような、その蛍光スコア、あるいはその定量経済で使う相対変数用差分の差で、うまいこと差分を取って因果を見ようという流れがあります。で、もう一つの流れは、多分あの心理系の人にはあのその馴染みがあると思うので、セオドライト、パス解析ですね。この流れがあって、まあ、これを因果構造の流れ自体を追うという流れで、ここが、まあ、あの先ほども出てきましたが、ジュダパールのセグであるとかベージアネットワークの流れで、そのこの因果の流れを追うこと、これを抑えることで因果を知ろうという流れです。で、なので、皆様が、で、こっちの方が宮川本というのが有名ですけども、あの統計的因果推論の勉強をしようと言って本屋に行ってみたときに、実はかなり違う内容の本が2つあるんで、それはどっちの話なのかというのは、あの見極めながら見るといいんじゃないかなと思います。で、じゃあこれどっちがいいんですかと言われると、まあこれはあの試験になりますけど、介入効果の推定に関しては、まあ、フィニッシュポールドが違うだけで、先日見れば本質は同じ、まあ、こっちの言い方は分かんないですけど、あの、まあ、ジャーマンスープレックスホールドでカウント取るのか、片指固めでカウント取るのか、結局カウント取るんですよ。ただ、どういうこう、抑え込み方をするかというところで違う。で、まあ、ユーザー、これも観測範囲でだいぶ違うんですけど、ユーザーの視点から言うと、フィニッシュポールドとして優秀なのは、あのこっちの方法で、技も多彩だし、抑え込む。ただ、あのハマるときはハマるんですけど、ちょっとハマらないとき困るなという。で、例えば僕はね、環境汚染物質のあのに介入するっていうと、PM2.5 とか、まあ、そうなんですけど、PM2.5 とか連続量なんで、連続量への介入っていうと、ちょっとその、あの、ルービーのコーザルモデルだと、うまくハマらないなっていうときがあって、まあ困る。で、どっちかっていうと、こっちはフィニッシュフォールドというより、なんか、なんか発見的というか、あの統計コンサルを受けた時に、ここはこういう構造だからこれの変数は取った方がいいよねとか、あの調査観察データでこれからあのフィールドを行って観察するんですけど、このデータ取った方がいい、うん、これはこの上流だからこれはいらないかなみたいな相談をするのに役に立つかな。で、まあでもやってることは同じなんで、まあ、どっちのドアから入っても同じようなところ、まあ、大体同じようなところに、この辺が含みがあるんですけども、のかなと思います。で、じゃあちょっとここは、あの、ここから先はまた結構適当なことを言うと思うんですけども、じゃあ、今回社会心理学のセミナーということで、社会心理学の研究は統計的因果線でどのような関係にあるのか、あり得るのかという話、ちょっと多分的外れたことを言うと思うんですけど、その的の外れ具合も含めて味わっていただければと思います。で、私はあのリスク解説、リスク研究 の, あの人間なので、まあ、リスク管理の社会心理学の本を読んでみました。で、まあ、読むとですね、大変現象の理解、あ、これあるよね、確かに価値、類似性でもう全部判断してるよね、そういうのは非常にあると。で、まあ、あえて今回の場合、その介入の議論に社会心理学の統計使えるのかなというところを考えてみたんですけど、まあ、例えばこういう調査表を使ったやつですね、その手続きの公正さが社会的順にどうつながるか。で、公正さっていうのは、情報開示、参加機会代表性、意見の反映から構成されてますよみたいな、まあ、こういうモデルですね。で、あえて介入効果の観点から見たときに気になる点というのは、例えばどういうところかというと、
概念モデルの範囲は十分なのかなというところで、その例えば高額よりあのそれぞれの変数の上流に影響を与えるなんかそのソシオエコノミックステータスとかそういうものはあるのかな、ないのかな。で、関連効果を考えるために十分な可能性解放感は、まあ、ちょっとこういう言い方になってますけど、結局その、まあ、外的妥当性の問題になるんですけど、このモデルがあるその法則として理解できるということは、法則っていうのはこの今ここの可能世界だけで成り立つものは法則じゃないんですよね。で、ある程度近傍の可能世界全部で成り立つような構造じゃないと法則じゃない。で、それ逆に言うとその近傍少なくとも介入を考えた時のもうちょっと広い可能世界において社会的需要に影響を及ぼすような要因はモデル中に入っていなきゃいけない。そうじゃなければ今ここの話しかない。その介入まで考えた時の可能世界、その幅を考える、もうちょっと広い外的妥当性を考えるために十分な変数が入っているのかなと。で、まあ、ちょっとこれはどうでもいいですけど、市民参加の催しを知らない人を除外しているんだけど、まあ、それでいいのかな、いいのかもしれないし、それは目的によると思うんですけど、で、まあ、ちょっとこれはまあ言っても千何言うというのがあるんですけど、モデルは本当に正しいのか。で、多分これ伝統的にこういうモデルが使われてて、それをまあ確証的にあの解析して正しいって言っていて、でまた複数のモデルを AIC で選んだりしてるんですけど、その介入効果の推定したいのに AIC で選んでいいのか、でこれちょっと構造方程式なんでいいのかもしれないんですけど、ただ重回帰だとちょっと多分まずいなというふうになると思うんですが、まあ、ちょっとその辺も、うん、それでいいのかなと。でその特に介入、本当にこれ介入に使えるほど正しいモデルなんですかというところですね、ちょっと気になるのかな。で、まあ、そもそも介入可能なのか。で、例えばその情報開示っていうのがパンケーキと表明された結果によって構成されている概念だと思うんですけども、じゃあ情報開示に介入して構成してあげましょうという話になった時、でその介入した時に本当にその情報開示が上がるのかっていう、その質問項目で聞いてる表明されてる情報開示と、その心理的なものとその現実的なもの、どう介入するとこの情報開示につながるのかなみたいな。で、まあ多分これ言ってもせんないことで方法論的な限界というものはあるんですけども、まあ、ちょっとそのこういうモデルがちょっとどれくらい一般的なのかわからないんですが、介入を目的とした場合の外的内的妥当性の規範というものと、現在その社会心理学で行われている統計的プラクティスの間には、まあ、これ自体正当なものだと思うんですけども、介入したいという観点から見ると、まあ、ちょっとやっぱそこ介入において求められるべき規範とはちょっと距離感があるのかなと思います。で、まあそれ別の言い方すると、こういうモデルで出ましたんで、やっぱすごい理解するんですね。なんだけど、介入の役に立つかというと、ちょっとそことはやっぱり距離感がある。で、まあこのこと、その、やっぱリスクコミュニケーションでは信頼が大事ですみたいな話あるんですけど、じゃあ信頼ってどうやってあげるんですか、どういう介入すればいいんですかというと、なかなかそこまでは結びつかなくて、まあそれは当然難しいんでしょうがないんですけども、という状況を、まあ、その介入モデルという方法論のパースペクティブから見るとこういう感じになるのかなと思いました。で、これちょっと僕の言ってることが妥当なのかどうか全然わかんないんですけども、まあ、この星野先生の話をお聞きするときに、まあ、こういうことも内的妥当性とか外的妥当性の話を頭の片隅に入れながら聞くといいんじゃないかなと思います。で、まあ、最後にまとめますけども、まずですね、あなたは本当にやりたいことは何ですか、事実なんですか、ロジックなんですか、予想なんですか、介入なんですか。で、もし介入が目的とするんでしたら、ぜひ統計的因果性の方法論と規範式を結びつけていただければと思います。で、まあ、必ずしも介入という観点を目的としてなくても、
その解明、もし解明するとしたらこういう規範が必要、このレベルでの規範の水準が必要であるという観点から自分の研究を眺めてみると、まあ、なんか新たな発見があるのかもしれない。例えば再現性の問題もその PP ハッキングの問題じゃなくて内的妥当性とか外的妥当性を考えるときにどこの変数まで含んだら外的妥当性が保証されるのか、あるいはあるその介入効果、ある効果を見るときそのカウンターファクチャーとして何を考えているのか、そのカウンターファクチャーが本当に正しいカウンターファクチャーなのか、他のカウンターファクチャーがあるんじゃないか、そういう考え方をしていくことでその再現性問題についても考えていくことができるんじゃないかなと思っています。で、まあ、最後になんですが、まあ、結局人の心なんてわからないと言われたことがあるのかどうかわからないんですけど、心理学研究というのもやっぱりちょっと形而上学的な語り得ないものが残る。でアンケートで聞いてもそれが本心かどうかわからないですし、脳みそスキャンしても創発というか併発しているもののところまでしか迫れない。ヒューマが言った因果の話と同じで、まあ、そういう意味で、まあ、結局因果のことなんてわからないと言われることも、まあ、ある意味パラレルなのかな。因果も定常学的なものを含んでいて、やっぱり語り得ないものはどこまでも残る。でただしですね、何もわからないわけじゃないからと2回言いますけど、何もわからないわけじゃないから大事なので、でやっぱりですね、その外堀をちゃんと埋めて条件をきちんと備えれば人の心のビヘイビアも分かるし、同じように因果のビヘイビアというのを我々は見ることができるですよね。でそういう思いこそが僕らが研究という旅に出る理由なのではないでしょうかというオチで示させていただければと思います。ありがとうございます。